Hello everyone, this is Melissa from Okinawa. 皆さんこんにちは、メリサです。今日は電話で使う英語フレーズの後編を押さえていきたいと思います。この前は電話を受けるときにどういった英語フレーズを使えるのかということを押さえましたが、今回は電話をかけるときに、かける側になったときに使える英語フレーズです。ではまず最初のフレーズからいきます。電話をかけるときに使うフレーズ、 Hello, this is 〇〇 from 何々 corporation。 最初にまず自分の名前を言います。その後にどこどこ会社、何々 corporation っていうのを言います。もう一回いきます。 Hello, this is 何々 from 〇〇 corporation。 じゃあもう一度いきます。Hello, this is 何々 from 〇〇 corporation。 はい、では自分の会社、自分の名前を伝えた後に自分の要件を伝えなければいけませんね。それを伝えるためのフレーズを押さえていきます。まずは I'm calling about これは何々について今電話をかけていますという表現です。じゃあもう一度いきます。 I'm calling about この後に例えばミーティングについてだったら I'm calling about our meeting, my ticket とかチケットについてとかね。その後に自分の要件を伝えましょう。では電話をかけた時に具体的にかける相手が決まっている場合に使うフレーズです。I would like to speak to 誰々。 I would like to speak to 誰々、誰々さんとお話がしたいですっていう意味ですね。もう一度いきます。 I would like to speak to 誰々。 I would like to speak to 誰々。では今要件を伝えました。また話したい相手が誰なのか伝えました。その相手がいない場合に使うフレーズを見ていきます。Can I leave a message? これはメッセージを残してもいいですかという表現ですね。じゃあもう一度いきます。Can I leave a message? はい。ではメッセージを残すんじゃなくて、相手に折り返し電話をしてほしい場合に使う表現です。Could you ask him to call me back? 相手に電話をかけてほしい。後で電話をかけてくれませんか。そのように伝えてくださいという表現です。じゃあもう一度いきます。Could you ask him to call me back? では最後に折り返しの電話でもなく、ただ伝えてほしい。その担当者の人に電話をしたことを伝えてほしいですっていうことを伝える英語表現です。Could you tell him I called? 自分が電話をかけたことを伝えてくれませんかっていう表現ですね。じゃあもう一度いきます。Could you tell him I called? はい、では次は自分の要件を伝えるときにより具体的に使える英語フレーズを見ていきます。例えば予約番号を確認したいとか、ミーティングを設定したい、そういうときに使うフレーズです。 I would like to make an appointment. これはアポを取りたいっていう意味ですね。じゃあもう一度いきます。I would like to make an appointment. はい。では予約したい場合、make a reservation って言います。ではじゃあこのバージョンでもう一度言ってみましょう。I would like to make a reservation. では次は自分の予定や決まった何か会議を変更したいときに使う表現です。
変更あるいはキャンセルしたいときに使う表現です。じゃあまずは変更を言ってみましょう。I would like to change the meeting. I would like to change the meeting. その会議をちょっと変更したいですって意味ですね。もう一度いきます。I would like to change the meeting. I would like to change the meeting. はい。じゃあ次はキャンセルをした場合。I would like to cancel the meeting. I would like to cancel the meeting. I would like to という表現を知っていればいろいろ使いこなすことができるのでこの表現をぜひ覚えてください。では最後に電話をしている相手の営業時間またいつ都合がいいのかこれを確認するときに使える英語フレーズを見ていきます。What are your business hours?What are your business hours? これは営業時間は何時ですか何時から何時ですかっていう意味の表現です。じゃあもう一度いきます。What are your business hours? What are your business hours? 最後に、いつだと都合がいいのか。これを確認するときの表現です。What day are you available?What day are you available? いつご都合がいいですか何日がご都合がいいですか、これをタイム、時間に変えても大丈夫です。What day are you available? What day are you available? じゃあタイムの時はどうなるか。一度だけ練習します。What time are you available? What time are you available?はい、今日は電話をかけるときに実際に使えるフレーズっていうのを押さえてみました。これからどこか海外のサービスに何か会社に電話をかけるときにぜひ使ってみてください。では、See you next time!